じゃあ早速皆さんと一緒に問題を解いていきましょう今日は計算問題そしてえその後は図形の応用問題を解いていきたいと思います早速計算問題から参りますまず最初の問題は正の数負の数の計算そしてえその後は文字式の計算が出てきます1問目です この括弧は負の数を表す括弧なので読まないこともありますが読んでいきますプラスこの計算はまず括弧がついてますので括弧を外しましまょうそうするとプラスここで区切って読むとス5とプラス +3 符号が違うことに気づきます。 同符号は仲間だから力を合わせるで和、えー、異符号の場合は違うので差を求めます今回は異符号ですので差を求めます符号は絶対値の大きい方5の方が大きいですので符号はマイナスそしてこの差を求めます5から3を引いて答えはマイナス2となりますいかがでしたか ここはぜひ解いてほしい問題です続いて第二問です今度は情報割り算が出てきましたね減法、えー、と情報の混じった計算加減成就の問題が出てきますこの時は慌てずに掛け算割り算上々を優先してください そうするとこの問題の場合は割り算ですので、この部分を先に計算します。そうするとマイナス六割マイナス三を先にするといいわけです。マイナス六割マイナス三は二ですから8、八プラス二。今度は下方になりました。先ほどと一緒です。同符号ですから合わせます。 符号はプラスですので答えは十となります上々先に計算するというところがポイントですでは次の問題に行きますさあ式の長さが長くなってきました文字式の計算ですしかもカッコがついています式から式を引く それだけではなくカッコの前に2がついているということは2をかけるということが入りますこの問題の場合は分配法則を使ってカッコを外すということです2かけるこの部分に2をかけますので分配法則はよく矢印を使うとわかりやすいです x と マイナス２、ここを気をつけてください。ｘ とマイナス２にそれぞれ２をかけていきます。じゃあ後ろの方はマイナス括弧となっています。実はここには間に１が隠れていると思ってください。このマイナス１を括弧の中にかけていきます。マイナス１をかけるということは 符号が逆になります。反対になりますね。そうすると2 2、2かける x で 2x、2かけるマイナス2でマイナス4、マイナス1。このマイナス x の符号が変わってプラス x、プラス7の符号が変わってマイナス7となります。あとは同類項をまとめていきますので。 2x+x とプラス、x、数字のス4とス7を計算していきますこの時に慌てやすい人間違えやすい人は丁寧に入れ替えて同類項を近くにしておくと間違えないと思います。2x x プラス、x、で 3x そして− 4ス7これはマイナスの同符号ですから。 マイナスでえ和を求めますので4プすス7で11。答えは 3x マイナス11となります。だんだん難しくなってきました。第四問です。ポイントはここの小さな数字指数ですね。ここのマイナス 6xy にカッコがついて二乗するとなっています。これは 2回同じものを2回かけるということなので、マイナス 6xy かけるマイナス 6xy ということになります、えー。つまり指数はこの2乗を中身に全部と考えると計算しやすくなりますので、マイナス6を2乗、x を2乗、y を2乗というふうに計算をしてください。そうすると。 マイナス六を二乗しますので三十六。x の二乗で x 二乗、y の二乗で y の二乗です。後半は分数の除法割り算ですので、除法は逆数をかけます。この時の x は分子にかけますから三 x と考えてください。したがって分母に三 x 分子に二がきますのでかける。 括弧マイナス三 x 分の二ということになります。あとはここで、えー、約分ができますが、符号が違いますので、えー、符号はマイナスになります。あとはかけるときに約分を使って丁寧に計算をしてください。三十六と三、三で割って一、ここは十二。それから x と x2 乗を x で割ります x2 x 乗を x で割ると x になりますしたがって答えは二1 2 × 2で 24xy2 乗となりましたさあ最後の問題ですこれが一番典型的な問題だと思ってください分数の形 えー、しかも文字が分子に詰まっていますこれは通分をしますのでまず分母を揃えます通分で分母を揃えて分子を丁寧に計算しましょう3と6ですから分母は6に揃えますそうすると初めの方の分数の分母分子に6にするために2をかけます後ろはそのままでいいですね そうするとここの部分を計算すると分配先ほどと同じ分配法則です。2をかけて 2x、2をマイナス 2y にかけてマイナス 4y。Y そして後ろここにカッコがあると考えないと大きく間違えてしまいます。ここをプラスにして間違えるということがよくあります。 あとはこの分子を丁寧に同類項をまとめて2 x と −3 x で x −−4 と −2 で −6 答えは6分の x 6となりますまず計算5問終わりました。続いいてててもう5問やってみます先ほどとと似ているな 感じると、OK、です1番さあどっかで見たなと実ははさっきはここにカッコがありました今度は括弧がないのでそのまま「同符号は仲間だからは」ということで、えー、ここは異符号は違うからさ異符号ですのでそのまま大きい方絶対値が大きい方の符号をつけて差を求めて答えはマイナス2 実はカッコがあるだけで、あとは全く一緒でした。二番目です。さあ、これも加減上場、加法と上法が混ざっています。先ほどのやり方と一緒ですが、ここの掛け算をするときに同符号と異符号で気をつけてください。プラス六かけるマイナス二、異符号になりますから。 マイナスに絶対値の積となります7そして前プラス6かけるマイナス2でマイナス12になりますまた今度は下法減法になりましたので今度は異符号ですからやはり差を求めます大きい方の符号マイナスに差を求めて答えはマイナス5になるここまでは先ほどと 同じような問題だと感じませんか。三問目です。先ほどの問題と比べると括弧がありません。少し解きやすくなっています。文字式の計算は同類項文字の部分が同じ項。7x の場合はマイナス 6x ですね。この文字の部分が同じ項を集めてまとめる計算するといいです。 そうするとちょっと離れてますので近くに寄せて計算しましょう。下方の交換法則が使えますので、マイナス 3y とマイナス 6x を入れ替えます。そうすると 7x マイナス 6x と同類項が近くに来ました。同類項の計算は係数で計算しますので7マイナス6で1になりますね。 ですから 1x つまり x になります。マイナス 3y マイナス y ですからマイナス3とマイナス1でマイナス 4y ということになります。いかがでしょうか。さあ第四問です。はい先ほどとこれも似ています。もうはめの部分は全く一緒ですね。えー、指数は カッコの中全部にかけるということでこの2乗を全部マ6この x それぞれを2乗してくださいそして後ろ分数の情報ですからかけ算に直します逆数をかけるということですス6の2乗で36 x の2乗で x。乗 えー、この逆数がポイントですね x は分子にかけますのでこれは3分の x と考えていいですそれの逆数ですから x 分の3をかけますあとは、えー、約分ができますので x と x 二乗それぞれ x で割って約分をします x の二乗ですからこの二乗が消えます答えは36かける3 落ち着いて計算して 108x となります最後の問題ですはい、これも先ほど見た形ですねこの形をよく覚えてくださいこの形の中にはいろんな計算が入っていますのでこれが解けるようになると計算の力は大丈夫ですまず通分で分母を揃えます 先ほども一緒でしたが、今度は三と二ですので、えー、ここは分母を六に揃えます。はじめの方の分数は分母分子に二をかけて六にします。後ろの方の分数は分母分子に三をかけて六にします。分母分子に同じ数をかけても大きさは変わりません。さあここで最初に出てきた二を分配法則でかける。先ほど覚えてますか？同じのが出てきました。 ここも落ち着いて計算をしてください。x に2をかけて 2x、マイナスに y に2をかけてマイナス 4y。後ろの方がこれも先ほどと同じですね。ここにはカッコがあると思ってしないとミスをしてしまいます。そうすると x に3をかけて 3x、y に3をかけて 3y。ここにかマイナスがついている。これは。 マイナス1が中にかけるので符号が反対になると先ほど言いましたね。したがって分のとということになりますここがよく間違えてしまいますので要注意です。あとは分子を入れ替えて丁寧に計算すると。 六分のマイナス x マイナス 7y ということになります。さあここまでで計算問題10問どうだったでしょうか。